はい、こちら今日のお花はこれフロックスって言います。夏の間だいたい7月の半ばくらいから8月ぐらいにかけて出回っているお花です。夏の間に出てくるお花で、こう今上が咲いてますけれども、下の方にもつぼみがついています。これが比較的咲きます。あんまりね、こう全然色が見えてないのは咲かないんですけど、色が見えているもの、これは割と咲きますのでお得なお花です。ただ一つ一つのお花の寿命は短くって、朝咲いてだいたいその日1日かな、丸1日か2日目ぐらいにはもうキューってなってきちゃうと思います。花一つ一つ自体の寿命は長くないです。ただどんどん咲くので、結果的には長持ちして楽しめるお花ですね。このフロックスはよくスーパーとかお花屋さんで束でも売っています。だいたい2本となんかちょろっと入って300いくらとか3キュッパとかの束で買えると思いますし、花屋さんでも1本100円から150円、こう枝ぶりがいいと200円ぐらいする時もあるかもしれないですけれども、高くないです。安く買えて長持ちしますのでおすすめですね、夏の間に飾るのに。そして色はこの真っ白の他にピンク系があります。ただ今回ちょっと花屋さんで白があったのと、個人的にはピンクよりも白を飾ると夏場はすっきり綺麗に飾れるかなと思います。でこれまた今回も特に何もせずで一回飾ってみましょうか。ちょっと下の方だけ葉っぱを少し取りますね。このくらいかな。今回合わせるのに買ってきたのが、これちょっと変わってると思うんですけど、これ手まり草とか手まり草とか言うんですけど、なでしこの仲間ですね。ただ花びらがなんて言うんでしょう、これは変形してるのか対花なのか、もこもこ状のすごく面白い状態になってます。花びらはないので長持ちします。最近はこう花なんだけれども、こういう花びらがないものとか緑色のもの、木の実のものとかいっぱいあります。葉っぱもいろんな種類がありますので合わせて買ってみるといいと思います。今回入れあとこちらの葉っぱはタバリアファンっていうのですね。昔ながらので、これがもっとごっつい感じのにレザーファンっていうシダがあるんですけれども、あれよりもずっとこう見た目も細いし、すごく柔らかいんです。あんまパリパリしてないですね。なので割と新しいお花屋さんには置いてあると思います。もう今見ての通り長さをちょっと切って入れただけ、他何もしてないです。本当に何もしてなかったですよね。見ればお分かりいただけたかったと思います。もう本当にボンって入れただけ。はい、何でも十分涼やかに、ちょっと後ろが白なので見にくいですけども、爽やかに飾れると思います。で、これそうですね、また飾ってるとだんだんてっぺんの方がこれお花終わっちゃってどんどん下に行くんですね。で切り戻しもヌメヌメしてくるので切っていくとまた短くなってきますので、短くしたのをまた別の動画で撮りたいと思います。